ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、実は私、最近はテレビにはもうやらせってイメージしかないから、YouTube をたくさん見てるんだ。そうか、少し誤解しているようだが YouTube にだってやらせ動画は多く見られるものだぜ。え？そうなの？ YouTuber だって再生回数が増えなければ収益にならないからな。中にはテレビよりひどいやらせを行う YouTuber もいるものだぜ。それはショックだわ。どんなやらせ動画があるの？よし、じゃあ今回はやらせがバレて炎上した YouTuber4000 を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、ブルーシーだ。どんな YouTuber なの？ブルーシーは事故物件に住み、そこで起きる心霊現象を動画にしている YouTuber なんだぜ。最近は心霊系の YouTube も人気だよね。メンバーはシラスとマグロの二人。2021年の7月に開設されたチャンネルは、登録者数37万人を突破しているぜ。すごい人気チャンネルじゃん。やっぱり心霊系のジャンルは根強い人気があるんだね。だがブルーシーの心霊動画では、心霊現象が頻繁に発生しすぎていることからやらせ疑惑が浮上し、たびたび炎上しているんだぜ。どんな心霊現象が起きていたの？撮影中に発生したとされている心霊現象は、玄関上の窓ガラスで黒い影が動いている。トイレのドアが勝手に開く。風呂のシャワーが勝手に出る。ドアがノックされる。家のインターホンが勝手に鳴る。ラップ音がする。などといったものがあり、これらはすべて彼らが事故物件動画を上げ出してから半年以内に、毎日のように起こった出来事なんだぜ。いくら事故物件とはいえ、毎日こんなに心霊現象が起きるものかしら？ちょっと疑わしいわね。視聴者からも、心霊現象がそんなに毎日起こるわけないというような声も上がっていたが、二人は一貫してやらせを否定しているんだ。そこで視聴者からは、ライブ配信をしてほしいという声も上がったんだぜ。あ、これは生配信じゃなかったんだ？ああ、毎日決まった時間に心霊現象が起きるならその時間にライブ配信を行ってほしい、と要望があったが、二人はライブ配信での検証を行わず、配信される動画は編集された動画ばかりだったんだ。それは視聴者もフラストレーションがたまる一方だね。では実際にブルーシーの心霊動画でやらせと指摘された場面とその検証について紹介していくぜ。まず玄関上の窓ガラスで黒い影が動いているだが、これは単純に玄関の外で誰かが脚立のようなものに登って映り込んでいるだけと考えられているぜ。これはトリックでも何でもないね。トイレのドアが勝手に開く、は動画ではドアの上半分くらいがカメラに映っていないんだが、手前に置いてある時計のガラスに反射して白い棒のようなものが見えるんだ。何かしら？それも心霊現象？いや、どうやらドアの開閉は、この白い棒の動きと連動して発生しているように見えるんだぜ。ああ、単純にカメラには映っていない上半分のところで、白い棒を使ってトイレのドアの開閉を行っていたってことね。その通り。風呂のシャワーが勝手に出るわ。前もって水道メーターのバルブを閉めた状態で風呂のシャワーの蛇口を全開にし、撮影開始後に外で水道メーターのバルブを操作することでシャワーを出すことが可能だ。おお、それはまだ凝った方の演出だね。その他にも心霊動画の最中に、もう終わった？今日も遅刻？という女性の声が入り込んでいたことから、霊の正体は女性スタッフだと疑われるようになったぜ。一応編集なんだよね。もっと注意してチェックしなよ。これだけ疑惑があるのに、ブルーシーはやらせを認めないんだ。一度だけブルーシーの二人は謝罪動画を公開したことがあるんだぜ。え？やらせを認めたの？いや、その動画ではスピリットボックスというものを使用した検証に関して勘違いがあり、謝罪するというものだったんだ。スピリットボックス？ラジオよりも高い周波数で人間には聞こえない音を過聴化することができる機械のことで、ブルーシーが言うにはこの機械が発する音声を、霊の声だと都合よく解釈してしまったとのことで、謝罪動画をアップしたんだ。ん？そこじゃない。視聴者が知りたいのはそこじゃないのよ。この謝罪動画によってさらにアンチを増やしてしまい、逆に炎上する事態になってしまったんだぜ。そこまで来ると炎上商法を疑ってしまうわ。もしくはネタ動画か。ただ不思議なことに動画のコメント欄を見ると、本気で心霊現象を信じている人たちも一定数いるようなんだぜ。純粋な人たちもいるんだね。まあ結果として楽しめてるならそれでいいと思うけど。続いて紹介するのは、より人と小島深瀬だ。より人は迷惑系 YouTuber の一人で、
小島深瀬は YouTuber、ツイキャス生主として活動しているネットアイドルだぜ。二人は付き合っているの？二人は同棲はしていたらしいが付き合っているわけではなく、コラボ動画を撮るために同居していたというのが濃厚らしいな。一応はビジネスパートナーって間柄かな？二人はどんなやらせをしたの？まず最初に炎上したのは、2020年3月4日にアップされた動画で、二人は原宿竹下通りのクレープ屋に行くが、終始もめたりしてうまくいかず、小島深瀬がごねて終わるという内容のものだ。それでなんで炎上したの？この動画ではカットされていたんだが、より人が小島深瀬に言いたいことをする場面を収めた動画がツイッターで拡散され炎上したんだぜ。公共の面前でそんなことするなんてヤバすぎ。そんなに仲が悪いのによく一緒に暮らせるね。だが炎上はこれだけで終わらないぜ。2020年3月9日、今度はツイキャスの配信でより人は小島深瀬言いたいことをしている動画を配信したんだ。その内容は原宿竹下通りクレープ事件のものよりひどく、小島深瀬も泣いていたぜ。もはやただの事件じゃん。これは警察案件じゃないの？ああ、小島深瀬が通報してとリスナーに助けを求めたため、視聴者が警察に通報したんだ。この通報を受けて現場には警察が到着し、より人は逮捕されることになったぜ。配信で逮捕の瞬間まで見られたんだ。動画で配信されていたから証拠もあるし、より人は有罪は免れないわね。ところがより人は不起訴処分となっているんだぜ。え？どうして？動かぬ証拠があるのに。実は一連の騒動はすべて、より人と小島深瀬のやらせだったんだぜ。え？原宿竹下通りクレープ事件もツイキャスの事件も警察に逮捕されたのも、すべて計画の上だったの？そう、すべて台本通りだ。事件から半年後の2020年9月に、二人揃って動画を配信してやらせだったと真実を話し、炎上したことで400から500万円ほどの収入があったと明かしているぜ。いくら炎上商法と言ってもやりすぎじゃない？警察沙汰になっているんだよ。ああ、ネット上でも、周りの人たちに迷惑をかけていたのは事実。やりすぎ、言動知らない、面白くもないし消えてほしい。など、やらせだったとしても容認できないといった批判が殺到したぜ。悔しいけどどんなに批判を浴びても再生数が伸びればその分、収益は増えるんだもんね。無駄に警察を出動させたわけだし、罰金を取られてしまえばよかったのに。続いて紹介するのは、プルンプルンだ。プルンプルンはぼったくりバーに潜入したり、詐欺師と電話で対決したりなど、世の中の闇を暴く動画を次々に上げ、チャンネル登録者20万人以上に上り詰めた YouTuber なんだ。闇を暴く系 YouTuber ってやつね。ああ、だが暴露、雑談、考察異次元 YouTuber と歌っている、シャモのシャモジメインチャンネルによってやらせが暴かれてしまったんだぜ。シャモのシャモジメインチャンネルはどうやってやらせを暴いたの？音声解析ソフトを使い、動画内でモザイクがかかっていた声を鮮明にしたことで、プルンプルンの動画は自作自演の一人芝居であるとの証拠を突きつけたんだぜ。顔や風景にかかったモザイクを撮るアプリがあるのは知っていたけど、音声のモザイクも撮ることができるんだ。もともと、シャモのシャモジメインチャンネルは、プルンプルンの動画がやらせではないかと疑っていたが、プルンプルンはその疑惑を否定してきたんだ。だが、決定的な証拠を突きつけられたことでやらせを認めざるを得なくなり、自身がこれまで公開してきた動画は全てやらせだったと告白することになったんだぜ。ここまで追求するなんて、シャモのシャモジメインチャンネルもすごい執念だね。プルンプルンは、やらせをした理由は、あくまで視聴者への注意喚起のための演劇であったと主張したが、残念ながら視聴者からは、騙された、お前こそ詐欺だ。視聴者を甘く見た態度が腹立たしい。今まで見てきた中で最低、と批判が殺到することになったぜ。視聴者としては裏切られた気持ちだろうし、仕方のないことだろうね。その後、プルンプルンはどんな動画を上げているの？その後の動画では自身のやらせ動画の撮影方法などを明かした上で、同様の闇を暴く系動画を上げている、江戸、オミ TV、カルマ、トモキン、ノーネーム、などは間違いなくやらせだと主張したんだ。だが、この動画に対しても視聴者からは、他人を巻き添えにするのはダサいと批判の声は増加することになったぜ。そりゃそうなるよ。だけど、自作自演で登録者20万人を得られたんだから、編集力と話術はあるんだろうね。うまく才能を使えればまた大ブレイクできるかもよ。最後に紹介するのはエムレナだ。カップル YouTuber として人気だった二人よね。
ああ、2016年1月に YouTube チャンネルを開始して以来、爆発的な人気となり、チャンネル登録者はなんと160万人もいたんだぜ。100万人超えの YouTuber なんてなかなかいないよね。エムレナの二人が炎上したのは、2019年5月6日にアップされた嬉しいご報告がありますというタイトルの動画で、ボストンテリアの子犬のパクを飼い始めたということを報告したんだ。可愛い犬の話のどこに炎上する要素があるの？問題は犬を飼った理由だ。二人は犬を飼った理由を、M 君の親戚の家でこの犬が生まれたが、飼育ができない状態にあったので、パクを二人で飼うことになったと語っているんだ。そしてもし自分たちが飼わなければ、パクは保健所に連れて行かれる可能性があったとも語っていたぜ。いい話じゃん。これは二人の好感度も急上昇したんじゃない？ところがこの動画の投稿後、エムレナが飼っている犬は、自分たちが、あるペットショップで購入しようとした犬であると主張する視聴者が現れたんだ。似ていただけじゃないの？そう願いたいところだが、この証言を別の第三者が検証し、その検証結果をツイートされてしまったんだ。すると、ペットショップの写真の犬と、エムレナが飼うことを決めたパクの模様や耳の形などが酷似していることが判明したんだ。もはやネット民の検証力は警察並みだよね。さらに他の方からボストンテリアは素人が簡単に交配できる犬種ではないという指摘もあり、ファンの間でやらせ疑惑がどんどん大きくなっていったんだ。好感度アップを狙って、子犬を引き取ったことにしたのかしらね。やらせ疑惑についてツイッターなどで多数の批判を受けたエムレナは2019年5月29日、SNS の指摘の件についてという動画を公開し、パクはペットショップからの犬であることを認めたんだ。やらせが確定したのね。やっぱり好感度を上げるために嘘をついたの？いや、嘘をついた理由については、ペットショップで買ったと言ったら、見ると入れ替えたんじゃないか、って言われるのがすごい嫌で、パクをそういう目で見られるのが嫌だった。影響力がある YouTuber なら保健所から引き取ればいいと言われてしまう不安もあった、などと語っていたぜ。どうも後付けの理由のように感じてしまうわ。というかそもそも、そう言われるのが嫌なら犬を飼いましたって報告しなければいいだけの話だもんね。以上、やらせがバレて炎上した YouTuber4 選を紹介したぜ。やらせにも驚きだけど、やらせを見抜いた人たちの洞察力にも驚いたわ。ああ、かなり厳しい検証が入るから、生半可なやらせはすぐにバレてしまうぜ。嘘はつけない世の中だわ。炎上もリスクが高いから、大変かもしれないけど、やらせなしで面白い動画を作っていくのが無難だろうね。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。